虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、アベマ TV、 ウルトラゲームス、イメージガール決定戦。お台場にある私立校虹ヶ崎学園、通称虹学、その虹ヶ崎学園にあるスクールアイドルの活動をするためのスクールアイドル同好会。私たちは互いに同好会の仲間であると同時に、ナンバーワンスクールアイドルの座を競うライバルでもあります。ある日、そんな私たちに謎の指令が下されたわ。ゲーム対決で活動の幅を広げること、みんなからの支持を得ること。優勝者はアベマ TV、 ウルトラゲームス、イメージガールになる。新たなスクールアイドルへの道が開かれようとしているのか。本日同好会に集まったメンバーは、はい、皆さんこんばんは。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、アベマ TV、 ウルトラゲームス、イメージガール決定戦。毎回ランダムでメンバーが出演するのですが、本日は初回放送ということで9人全員での出演となります。イエーイ、はい、それでは1人ずつ自己紹介をしていきましょう。はい、ではまず私から。皆さんこんにちは、上原歩夢です。夢に向かって一歩一歩頑張ります。はい、上原歩夢役の大西あぐりです。よろしくお願いします。こんにちは、みんなのアイドルかすみんだよ。みんな応援してね。はい、中須かすみ役の相良真由です。本日よろしくお願いします。みなさんこんにちは、大阪しずくです。私の精一杯の表現を見に来てくれると嬉しいです。はい、皆さんこんにちは、大阪しずく役の前田香織です。今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、朝霞かりんよ。セクシーで情熱的なパフォーマンス期待しててね。はい、朝霞かりん役の久保田美恵です。よろしくお願いします。イエイイエイ。私は宮下愛、みんな愛してるよ、愛だけに。はい、宮下愛役の村上夏実です。よろしくお願いいたします。イエー、皆さんおはようございます。かなたちゃんだよ。寝てないよ。はい、この絵かなた役、木戸あかりです。よろしくお願いします。頑張ります。イエーイ。みんな元気？結城せつなです。私と一緒に大好きがいっぱいの世界を作っちゃいましょう。よろしくお願いします。はい、結城せつな役、楠木智美です。頑張ります。よろしくお願いいたします。イエーイ。こんにちは、エマです。自然あふれるスイスからやってきました。はい、エマベルデ役のサシデマリアです。よろしくお願いします。はい。私、天王寺里奈、とってもキュートな女の子、本当だよ。はい、天王寺里奈役の田中純美です。よろしくお願いします。イエーイ。それでは改めてこの番組の内容を説明していきます。お願いします。はい、この番組は今年リリース予定のラブライブシリーズの最新作、ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズ、略してスクスタに登場する私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の初のレギュラー番組です。毎回ですね、いろいろなゲームで対決していって、最終的に総合優勝したメンバーがなんとアベマ TV、 ウルトラゲームス、イメージガールになれるという特典があります。すごい。ここで補足説明です。ゲーム対決の結果だけで優勝者が決まるのではなく、
皆さんからの投票で大逆転できるチャンスがあります。毎回投票テーマが発表されるので、一番ふさわしかったメンバーを選んで投票してください。最後まで彼女たちの活躍を見ていてくださいね。また私たちがオープニングでお話しするトークテーマと番組を盛り上げる応援メッセージをラブライブ公式ツイッターとアベマ TV ウルトラゲームス公式ツイッターの方で大募集します。はい、はい、ツイッターで投稿の際はハッシュタグラブライブ虹ヶ崎、ハッシュタグ応援コメントをつけてツイートお願いします。ということで始まりましたね、虹学ですよ皆さん。虹学って虹学番組が読み始めたの。急にね、初めてじゃん。そうですね、今日のコマが初めてな気がします。見たことなかった。確かに呼びやすいね、虹学。そう、なかなか見ないね。いい感じ、虹学って呼んでいただける、ね、嬉しい、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあなんか意気込みなど聞いてみたいと思いますが、うん、さあ誰に行こうかな。じゃあなっちゃん。なんか来るような気がする。まあね、9人だし、見てこのスタジオ、ね、ゲームできるということなので、楽しみにしてきたので、みんなで全力で楽しんでいきたいと思います。この先に期待しつつ、早速ゲーム対決コーナーに行っちゃいましょう。本日のゲームは虹ヶ崎人狼ゲームです。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、人狼だーれだ。皆さん、人狼ゲームって知ってます？村人に紛れた人狼を探すゲームでしょ。ゲームの進行役、村人役、村人に化けた人狼役に分かれて、会話をしながら人狼が誰か当てるってやつ。昼と夜の2つのターンが存在して、夜になると人狼が村人を食べてしまうから、村人は昼間のうちに人狼を見つけないといけないんですよね。え？食べられちゃうの？怖い。そういう設定ってことだよ。本当に食べられちゃうわけじゃないから安心して。村人は話し合いで一人選び、村から追放する。これを繰り返して人狼を全て追い出せれば村人の勝ち。人狼と村人の数が同じになったら人狼の勝ち。誰が人狼かを知っているのは人狼同士と進行役であるゲームマスターだけ。洞察力が極限まで試される頭脳ゲームです。なんとなく分かったような。でもどうして突然そのゲームの話を？昨日テレビで見て面白そうだったんで、皆さんとやってみたくなったんです。あとゲームマスターになってゲームを支配するの楽しそう。相変わらず黒いわね。面白そうじゃん、この9人で人狼ゲーム。そうだ、せっかくならちょっと設定をアレンジしてみませんか？アレンジって？そうですね、村人をスクールアイドルにするんです。狼はライブの邪魔をするためにスクールアイドルに化けている。ライブを成功させるためには狼を見つけ出さないといけないんだね。私たちらしい設定かも。私たちのオリジナル人狼ゲームってことか。ますます楽しみになってきた。役のカード行き渡ってる？はい、ちゃんと配られてます。なんでカナタ先輩がゲームマスターなんですか？じゃんけんで決まったんだからしょうがない。ノートの切れ端で作った即席のカードだから役割の字が透けそうなんだけど。お、この役来たか。おっと、こういう反応はしちゃダメだよね。内緒内緒。ライブに限らず何かが始まる前というのはドキドキしますね。緊張する。ちゃんと話せるかな？ゲームって分かってはいるけど、嘘をつかなきゃならないのは辛いね。準備 OK だね。じゃあ人狼ゲームスタート。あっという間に終わっちゃいましたよ。人狼はエマさんとアユムさんでしたね。二人とも嘘が苦手そうなタイプだものね。エマに至ってはゲーム開始前に自白していたようなものだったし、
私言ってた？無自覚。ずっと嘘をつき続けるって難しいね。こんなにピュアな人狼さんも珍しいかも。どうしましょう、もう一度やってみますか？やる。今度こそカスミンがゲームマスターになる。じゃあもう一回じゃんけんしよう。今度は誰が人狼になるかな。いやなんだかみんな楽しそうだったね。あゆむちゃんとエマちゃんが人狼だったけど、わかりやすそう。わかりやすそう。すごい早さとかね、苦手な。そうだよね、2人が。でもなんか9人のメンバーが全員でさゲームしてるとこをこう聞けるっていうのもなかなかないからね、楽しいよね。そうだね。人狼ゲームやったことある？あるよ。ちょびある。ちょびっとだね。ちょびっとだね。わからないもんね。私ないな。よくやる人とかいる？はい。あ、でもネットばっかだから。こうやって実際にね。そう、実際の人たちと一緒にやるのも初めてかもしれない。いつもネットでポチポチやっちゃう。私もでもやったことあるけど、この人数でやるのは初めてかも。そうだね。結構ね、人数多くなってくるとどんどん難しくなってくるからね。9人でこうやってがっつりゲームするの初めてだね。そうだよね。そう、人狼ゲームってあれだろ、なんか人疑うやつでしょ。また水ができちゃう。頑張ろう。仲良くや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 ろう。ここでルールをおさらいしておきましょう。人狼ゲームとは、人間になりすました人狼を探し出す心理性を駆使したパーティーゲームです。村人は議論で人狼を探し出し、人狼は毎晩一人ずつ村人を襲う。進行は司会者が行います。ゲームは昼のターンと夜のターンの繰り返し。最初の夜のターンは司会者が役職を確認します。プレイヤーは目を閉じます。人狼は司会者の合図で目を開けて、お互いが人狼であることを確認します。昼のターンはプレイヤー全員が目を開けて、人狼が誰かを制限時間内に議論します。村人は会話や仕草から人狼を推理。人狼は人間になりすまし正体を悟られないようにします。投票の結果、最も人狼として怪しまれた人が追放されます。夜のターンはプレイヤー全員が目を閉じ、人狼だけがこっそり起きて村人を一人襲います。ゲームの勝敗がつくまで昼と夜のターンを繰り返します。すべての人狼を追放できたら村人の勝ち。村人を人狼と同じ数まで減らせたら人狼の勝ちとなります。ここで虹ヶ崎人狼オリジナルルールをご説明します。人狼は変わりませんが、村人はスクールアイドルと呼び方が変わり、昼と夜のターンはそれぞれレッスンとオーディションになります。では早速虹ヶ崎人狼を始めていきたいと思います。イエーイ。ゲームは1日をレッスンとオーディションの2パートに分けて展開されます。レッスンパートではお互い話し合って推理し、合格となるメンバーを1人決定します。そしてここからは人数も増えたので新しい役職を追加します。新たな役職はスクールアイドル2とファンとなります。スクールアイドル2、ちゃんとちなんでるね。そうアイドルっていう。スクールアイドル2は指名した人の、役職を知ることができます。ファンはオーディション中に1人のスクールアイドルを不合格から守ることができます。かっこいい。強いやつですね。なお新たな役職はどちらもスクールアイドル側のチームの所属となります。新しい役職は戦いにどう影響するのか楽しみですね。新しい役職スクールアイドル2は誰か一人の役職をこっそり知ることができます。ファンは自分以外の一人を人狼から守ることができるというものです。そしてオーディションパートではスクールアイドル2とファンが自分の能力を1日1回だけ使うことができます。人狼未経験者もいたので一度練習してみましょう。まずは役職のカードを引いてもらって、他の人にバレないように確認してもらいます。あ、まだ見たらダメ。まだ見ちゃらダメ。では
全員が目をつぶって人狼の2人だけ目を開けてお互い確認してください。それでは虹ヶ崎人狼練習タイム1日目のレッスンスタートです。2の方は誰？カミングアウトしてもいいよ。うん、なぜ見た？違うよ、違うよ、違うよ。2の人はないの？スクールアイドル2の方、2の人はカミングアウトしたらどうなるの？守ってもらえるから。うん、そうそう、うん、守りたい。はい今の分かるよ。今の大体分かる、大体分かる、大体分かる。え、あかりんがそうなの？うん、分かった。スクールアイドルの方はじゃあ、あかりんを守ってもらうということ。うん、あ、うん、あかりは守ればいいんだ。ナイトなのかな。守ればいいんだ。あ、ファンはいわゆるナイト、ナイトだよね、騎士みたいな。うん、そこそこ、ね、じゃああかり以外の中からじゃあ怪しい人。うん、うん、うん、だから誰占い占う大丈夫ですか？言わずに待って。あの、私スクールアイドル2だったわ。村上さんの嘘がバレバレで人狼だと見破られたので練習は終了です。さあここからが本番。いよいよ虹ヶ崎人狼ゲームの始まりです。スクールアイドルたちは嘘を見抜いて見事人狼を見つけ出すことができるのか。嘘と真実の絡み合う心理戦が始まりますよ。では早速始めて、はい、ので私がカードを配るのでマニアちゃんから順番に。人狼は残り物に役があると信じて。では役割をマリアちゃんから順番に、みんな表情とかチェックですよ。見てよ、よく見てるからね。よく見てるよ。大丈夫？大丈夫？大丈夫。もう顔フェイスだね。分かんないですね。分かんない。いきます。全然分かんなかった。やかりも絶対分かんないと思う。かりんすぎて。そのかりんじゃない。役者だね。うん、あー、うん、あー、うん、何そんな含みがある。でもなんかシュンってしてない？ねえ、何だろう。自動？え、でも置いたの？まゆちゃん一瞬だったね。相良さんに与えられたファンとは、人狼から自分以外の一人を守ることができる役職です。ねえ、全然わかんない。誰か一人だけ役職を知ることができます。なんか嬉しそうだった。うん、うん、はい。わかんない。顔に出るから誇張しすぎてもうこいつ全然わかんない。さあ全員の役職が決まりました。このゲームの人狼は大西さんと久保田さん。2人はお互いが人狼と知っていて協力してスクールアイドルチームと戦います。スクールアイドルチームに対して人狼チームは一体どんな嘘と駆け引きを繰り広げるのか。それでは1日目のレッスンスタート。誰かしゃべりよ。スクールアイドル2誰？はい、はい。待って、私に。どっち
ついてる。なんと人狼にもかかわらずあえて自分がスクールアイドル2だと宣言した大西さん。この作戦果たしてうまくいくのか。本当にでもさ、レイクなんかさ、なんか言うな。いや、なんかリハーサルの時さ、そうやって出てきたら変だったの。私スクールアイドル2だったわ。欲しいとかある？それはダメ。それしたらあの あれそっか、あの不合格にされちゃうから。あ、そっか。あ、そでもね、さっきカードを見た時にアグポンすごい不安そうな顔してた。そうやばい。全然わかんない。緊張して不安だなって、さっき目開けてくださいって言った瞬間にさがらちゃんめっちゃニヤニヤしてたの。ニヤニヤしてた。すごいニヤニヤしてた。それが気になってる。みんなとゲームできる。いやでもさがらちゃん人狼やりたいみたいなこと言ってたから、やりたかったんだけどやれなかった。素直な、私ほんと素直なニヤニヤだったの。やりたかったんだけどできなかったから。スクールアイドル2宣言をしたにもかかわらず、カードを見た時の表情でみんなから人狼と疑われてしまう大西さん。ところが楠木さんの発言で相良さんにも疑いがかかり、なんとか窮地を脱したかに見えたのだが、このあと一体どんな展開が待っているのか。これね、裏技なのかもしれないけど、こうやってやってる時にすっごい私耳澄ませてて。おダメだよね。それはね、違うよ。裏技なんてなんだよ。でも結局分かんなかったんだけど。分かんなかった。そうなの。気配を感じ取ってた。ずっと先ほどからあのお二人全然喋らないんですけど。いやもう一番もうアグポンかなって思った。そうだね。アグポンはちょっと泣いそうな顔してたから。そんなことないのに。なんでみんなで。でもね。違うよ。皆さん時間です。全然喋ってない。いや違うよ。なんで聞いてくれないの？でもなんかね、まじそれぞれの思った通りに行きましょう。レッスンでの話し合いをもとに不合格にしたい人をそれぞれ投票していきます。一番多くの票を集めた人が不合格者となり、不合格部屋に追放されてしまいます。メンバーの番号は以下の通りです。すべての投票が終わりました。不合格者は大西さん。グループは終わりだ。グループじゃないけど。グループじゃないけど。だってもう滅びちゃうんだから。なんで残酷なこと言ってたんだよ。だってアイドルついなくなるんだよ。バイバイ。またね。アグポンまたね。嘘のスクールアイドル2宣言も虚しく、真っ先に人狼と見破られた大西さん。残る人狼は久保田さん一人に。そしてゲームはオーディションパートに進むのですが、ここからはファンの相良さん、スクールアイドル2の村上さんの役割が重要になります。果たして人狼の久保田さんは誰を不合格にするのか、ファンの相良さんはスクールアイドルたちを人狼から守れるのか。オーディションの不合格者が決まりました。紀藤さん不合格です。嘘嘘嘘嘘なんで食べられた。食べられた。なんかそんな静かだったのね。あれだから決定的な一言とか言ったのかな。何か言っちゃったのかな。何言ったのか。みんな経験豊富っぽいから頑張って。経験豊富人狼ゲームを一番顔に出ないからかな。もうすぐあかりんが来る。はあ残念だよ。ああ来てくれましたね。寂しいんですけど。
しむ気満々だと思う。騒がしい騒がしい、すごい楽しそうじゃん。2日目レッスンスタート。じゃあ結果聞く？結果？あ、結果、結果、そう、え、誰占ったの？そう、誰占ったの、オーディションパートでスクールアイドル2の村上さんは相良さんがファンであることを突き止めました。ここで相良さんが人狼でないことをみんなに教えれば、スクールアイドルチームがまた少し優位になります。言っていいんだ、言っていいよ、前が人狼じゃない。おー、仕上げた。おー、おー、なるほど。え、もうわかんない。でもわかんないよね。あ、そうかそうか。で、じゃあ、どれも、どうやって聞くの？じゃあ、誰も人狼が全然わかんないよね。わかんなくなっちゃってるじゃん。え、でも、でもわかんない。でもなんかもう、あ、待って、私は、うん、食べられちゃうかもしれないんだよね。わかるから。そう、そうだね、うん、でもだから多分守ってくれる人、ファンの人が守ってくれると信じよう、信じて。めっちゃニヤニヤするやん。でももしアカリンとかアグポンがファンだったら守れないってことだよね。あ、確かに。まあ、でもアグポンは多分、あの子は多分意外と多分なんか人狼だと思われる。あの動きでいるんだよね。いる。でもなんでアカリンを神に言ったのかちょっと、あ、人狼さんが、そう、わからない。なんでだろう。なんだろう。なんでだろう。人狼じゃない主張をみんなして。信じさせて。あ、そっか、後でまた占わなきゃいけないんだもんね。誰を占えばいいんだろうって。そうか、そうか、お前か。時間です。それでは皆さん目を閉じて、不合格にしたい人の番号を教えてください。メンバーの番号は以下の通りです。これ数字覚えとくって大変じゃなかったですか？でも前にずっと出てた。あ、そっか。あ、結構バラバラ。田中数字が、え、あ、ここか。3こうやってやってるのか。3人同票となったので、その3人だけでの再投票を行います。え、そんなことってある？222ってこと？その3人のメンバーは、前田さん、久保田さん、さしてさんの3人です。頑張って。大丈夫かな。前田さん、久保田さん、さしてさんの3人だけで決戦投票が行われます。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。アクアの高見千佳です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるはず。私のこと見つけに来てね。スクフェスシリーズ5周年検索。アクアの桜内梨子です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるわよ。不思議の国へようこそって恥ずかしいんだけど。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの松浦香南です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。ハグしたいの？ちょっとだけ待っててね。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの黒沢ダイヤです。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかりますわよ。一緒にいてくれなきゃブッブーですわ。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの渡辺陽です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。この気持ち君に届け。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの打天使ヨハネよ。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるわよ。打天使ヨハネの前にひれ伏しなさい。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの国木田花丸です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。モルが手取り足取り教えてあげるずら。スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの小原麻里です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるはず。マリーの手引いてくれる？
スクフェスシリーズ5周年で検索。アクアの黒沢ルビーです。スクフェスはついに5周年、笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。ルビーと一緒についてきてくれる？スクフェスシリーズ5周年で検索。どうしよっか。これでしょ。幸せいっぱい。すごい。ここからフルコンボ。やったー。私もやってみたい。いいよ。お、いい感じ。いい感じですわ。こんな日もあるですね。あ、見て。お、晴れたね。ラブライブスクールアイドルフェスティバル、スクフェスで検索。ウシも。前田さん、久保田さん、さしでさんの3人です。前田さん、久保田さん、さしでさんの3人だけで決選投票が行われます。それでは再投票の結果を発表します。不合格者は久保田さん。ひどい。決め方をしたらいいのかがさ、難しいね。難しいよね。ということで、なんとスクールアイドルチームの勝利です。まさかのカリン先輩カリンだったでしょ。いたの？早っ。マジか。え、私カオリンか見えたんかなと思った。いや、マジで違う。カオリンか見えたんだと思った。私もマリアンヌだと思った。私はずっとミュータンだと思ってました。アカリンは何のために消えたの？アカリン、アカリンただ殺されたいから、ファンって思われたとかじゃない？静かだから。ああ、それか、そうかそうか。静かだからちょっと守りっぽいなって思われて。早っ。2人のどっちかだと思う。だから静かすぎて怪しいのと、カオリンはカオリンでなんかちょっと喋りすぎて、なんか挙動不審だったよ。なんて9番守った、降りなかったのに。なんでみんな、なんでミュータ選ばれたの？向かってる間見てなかったの？分かんなかった。え、なんかなぜかは分からない。なぜかは分からない。どんな話？結構同数だったから、みんな本当に勘でって感じな気がする。私もマリアンヌだった。私はずっとミュータンだと思ってました。早っ。もうなんでじゃあマイコインとかさんされそうだ。ごめん。いきなり。え、なんかもう何か動かないとっていう。いやー、あれが私いけなかった。なっちゃんじゃなかったらそうどっちだってなったかもしれないけど、なっちゃん多分嘘つけないだろうなっていうのが。じゃあファンが分からなかったのは誰？見てても分からない。分かんなかった。誰なんだ。私も歩いてる途中で誰守りますかみたいなところ見えなかった。ああ、そっかそっか。その移動してきてたから全然もう無理。なんでアカリン食べたの？もうね、誰だか分かんないから。でもアグポン行っちゃったじゃん。もう絶対にファン残ってんじゃん。だからなっちゃん選んでも絶対に無理じゃん。うん、誰がファンっぽいと思って。もうダメだ、ごめん。うわそんな分かりやすかったかな。え、何だったの？私普通にスクールアイドル。あ、そっか。え、スクールアイドル？スクールアイドル。そっか、スクールアイドル。え、ファンは誰？はい、あ、だからずっとニヤニヤしてるの。私守ってくれてるんだよねみたいなニヤニヤするからバレたろ。ではゲーム終了です。人狼を見つけ出して無事ライブを開催することができました。イエーイ、おめでとう。スクールアイドルチームには全員1ポイントが追加されます。ごめんなさい。ミュータンがね、いきなり
グループは終わりだ。グループじゃないけど。グループじゃないけど。終わりだよ。だってもう滅びちゃうんだから。なんで残酷なことになるんだよ。だってアイドルついなくなるんだよ。すらでき、これ守ったら私も人道だと思われるんだろうなと思ったから、もう気にしてるしかないと思って。もなんかもうだってなんかあの疑いがかけられた時に、あ違う、あ違う、あ違うの、あ違うのみたいな感じ。それさえもね、それさえも怪しかった。もう可愛かったです。可愛かった。いやこう難しいですね。難しいよ。してたの。だから嬉しそうだった。守れると思って。高菜ちゃんめっちゃニヤニヤしてたの。あそれが気になってる。みんなとゲームできる。ニヤニヤした。なるほど。でもさ、そのニヤニヤ、私のこと占ってくれたなっちゃんがさ、ずっとニヤニヤしてるの。私のことを見て、守ってくれてるんだみたいな感じの目線をずっと受けてくるから。いや普通にみんなのにファンでバレてもいいのかと思っちゃって、あその後人狼に食べられる可能性も考えてなくて。誰占ったの？そう誰占ったの？いっていいんだ。いっていい。まゆが人狼じゃない。おしありがとう。おお。なるほど。絶対次の日食べられちゃうと思って、でもよかった。わかった。そうだったんだね。でもみゆちゃんがいつもよりおとなしかったから。確かに。確かに。なんかちょっとでも絶対あれでしょ、不合格にしたのは別に人狼とか思ってなくじゃないの？みゆたんはなんで選ばれたの？なんかちょっといつもみゆちゃん選んだ人。はい。なんでなぜなぜなぜ、なんかもっと場をなんかしそうなのに結構黙ってなんか空気になろうとしてたからちょっと怪しい。荒れてる。いやだってもう一人になっちゃったからどうしようと思って考えてた。孤独の人狼だよ、もうどうしようと思って。でもすごい難しかった。あっという間だったね。あっという間だったね。早かったね。またやりたいですね。やろう。早すぎたから。早すぎたらもっと痛かったよね。次こそは勝ちたいと思います。はい、それではゲームも終了したところで、うん、次は視聴者投票のお題を発表します。今回のお題はじゃーん、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 一番ポーカーフェイスだったメンバー。絶対ないじゃん私。ということでたった今から投票の方を開始したいと思います。詳しくはこちらです。こちらです。お願いします。それではポーカーフェイスのシーンをおさらいしてみましょう。みんな表情とかチェックですよ。見てよ、よく見てるからね。いや、見てるよ。ん？大丈夫？大丈夫？大丈夫。ポーカーフェイスだね。いいえ、わかんないですね。わかんない。いきます。全然わかんなかった。ヤカリも絶対わかんないと思う。うん。うん。わからんない。いつものアカリンすぎて。いつものアカリンじゃない。全然わかんない。役者だね。うん。あー、うん。あー、うん。何だろう。含みがある。でもなんかシュンってしてない？ねえ。なんだろう。どっち？え、置いたの？まゆちゃん。一瞬だったね。あ、じゃあ私ですね。全然わかんない。うん。何？何？ちょっと。はい。私。クール。顔に出ないな。うん、みんな上手いね。安全なやつなのかな。なんか嬉しそうだった。はい。わかんない。顔に出るから誇張しすぎてる。もうこいつ全然わかんない。わかんない。はい、今回プレイした虹ヶ崎人狼のゲーム中で最もポーカーフェイスだったと思う方に、皆様の投票をお願いいたします。お願いします。この投票で見事1位に輝いたメンバーには第6回の番組の冒頭で特別ポイントが追加されます。すごいすごい。皆様結果をお楽しみに。以上、虹ヶ崎人狼のコーナーでした。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。
の新作アプリが登場。かわいいスクールアイドルのぬいぐるみプチグルがゲームになったよ。簡単に遊べる爽快タップパズル、ラブライブシリーズの楽曲がパズルのステージに。プチグルラブライブ好評配信中。ラブライブの新作アプリが登場。かわいいスクールアイドルのぬいぐるみプチグルがゲームになったよ。簡単に遊べる爽快タップパズル、ラブライブシリーズの楽曲がパズルのステージに。プチグルラブライブ好評配信中。ミューズの高坂ほのかです。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。あなたのことずっと待ってる。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの綾瀬えりです。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるはず。海賊エリーチカのお出ましよ。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの南小鳥です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかりますよ。小鳥と一緒にお出かけしましょう。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの園田海です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかりますよ。私の気持ち受け取ってくれますか。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの星空凛です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるはずだよ。凛と一緒にいっぱい遊ぶにゃ。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの錦野真希です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるわよ。星座の導きであなたと出会いたいの。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの東條のぞみです。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるよ。早く来ないとバシバシしちゃうよ。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの小泉花代です。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかります。一緒にメロディーを奏でませんか。スクフェスシリーズ5周年で検索。ミューズの矢沢ニコです。スクフェスはついに5周年。笑顔になれる一曲がきっと見つかるわよ。ニコしか見えなくなっちゃう魔法をかけてあげる。スクフェスシリーズ5周年で検索。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会スクスタダンス MV 新規映像解禁のコーナー。このコーナーではなんと今年リリース予定のラブライブシリーズの最新作スクスタからダンス MV の新規映像を本邦初公開します。本日はアクアさんの未来の僕らは知ってるよの出来たての映像をお見せいたします。それでは VTR スタート。Bye.
力強くね動いてた、表情とかもねめっちゃ可愛かったよね。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、皆さんこんにちは。イエーイ。ここがどこかと言いますと、明日から始まるスクフェス感謝祭2018ゴーゴーシャンシャンランド in 沼津の会場に来ています。イエーイ。ところで2人は沼津に来たことある？初めて。ある。え、ある。あ、だってね、そうだよ、ね、私静岡出身だから。そうかそうか、そうかそうか。あの、実は今日は先に偵察ということで沼津を観光してきたんです。私たちなんです。すごかった。すごかった。いやもうなんかサプライブの愛を感じた。そうだね、実際のものがね、たくさんあって、至るところにね、本当にアニメの世界観をすごく表現しきっているような形で、なんか本当に愛を感じる。私たちもすごくワクワク楽しめました。はい、ということで一足お先にこの会場を3人で探検してみたいと思います。それではレッツゴー。はい、ここはスクスタ展示コーナーでーす。まずまずこちら見てくださいよ。我らが虹ヶ崎学園ですよ。嬉しい。四角斬新。本当なかなか見ないよね。アイちゃん、アイかわいい、アゲアゲな感じ、カエル文字って感じだね。そしてあゆむちゃんですよ。あゆむちゃんらしいサインだよね。ハートがね、さりげなくついてて、そう、かわいい。こちらの展示コーナーでは、アクア、ミューズ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーサイン入り等身大スタンディを27人展示しています。ちなみに虹ヶ崎メンバーのサインは今回のスクフェス感謝祭2018が初公開となっております。アクア、ミューズ衣装展示では実際にメンバーが着用したライブ衣装を間近で見ることができます。ちなみに衣装はアクア、ミューズともに大阪会場、沼津会場、東京会場すべて展示している衣装が異なりますので、ぜひ全種類チェックしてみてくださいね。さらにスクフェスシリーズ5周年をお祝いしてキャスト27人からのメッセージ入りボードも展示してあります。はい、ここはスクールアニマルふれあいコーナーでーす。まずは見て、しいたけ。ちっちゃい。こんなちっちゃい。モフモフしてる。モフモフしてるね。かわいい。まあなんかくしゃみかけられないか心配ですね。乗りたいね。乗りたいね。ダメだけど。展示コーナーでは皆様からもらった絵はがきを展示しているスクフェス応援ファンイラストレター展も。こちらのブースでは、アクアとミューズメンバーへの応援はがきも募集してます。ここはカーニバルゲームコーナーです。おー、なんとなんと6種類のゲームが楽しめちゃうコーナーなんです。たくさんやってみたい。超面白そう。じゃあ早速やってみよう。やろう。こちらのカーニバルゲームコーナーはアクアさんとミューズさんの6種類のゲームが楽しめるコーナーです。私たちが挑戦してみました。はい、こちらはミューズ1年生のカーニバルゲームレッツパイレーツです。イエーイ。ではまずルールを簡単に説明いたします。はい、3つのボールを投げて宝箱を全て落とせばチャレンジ成功です。ああ、ということでこれをやりたいと。はい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 、はい。でも、はい、愛ちゃんは天才肌だから、はい、何でもできそうじゃない。じゃない。はい、田中ごめん、なっちゃんにやってもらいます。ごめんね、今度やろう。それではゲームスタートです。はい、ではまず1球目チャレンジです。頑張れ頑張れ。渾身の球を近い。近い。はみ出てない。はみ出てない。大丈夫。よし、やばい。やばい。じゃあ2球目ですよ。ちゃんと狙う、ちゃんと狙う。1球目はあったんだけどね。オッケーオッケー、頑張れ頑張れ。おりゃ、やばいやばいやばい。え、いたじゃん。待って待って、いたじゃん。最後の1球ですよ。大丈夫、絶対成功させてよ。今のは、今までのは芝居だよ。あー、さすが。最後で決める。
ない。まあこういうのあるよね。残念だったね。あ、いいよ、やってみなよ。ねえ、やめて。いや、違う。いや、しかも、いや。え、私も。いや。はい、はい、はい、ありがとうございました。会場には、その他体や顔に貼れるボディーシール販売コーナーや人気のカプセルトイコーナー、勧誘ポストカード販売コーナーなどいろいろなコーナーがございますので、ぜひチェックしてみてくださいね。スクフェス感謝祭2018 GO!GO! サンシャンランド in 沼津、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会活動場所別対抗戦始まるよ。担当しているメンバーがどんな子なのかをより知ってもらうために、うん、こんな時自分の担当メンバーならきっとこんなことを言うだろうというセリフを考えることにチャレンジしたいと思います。夢を教えてと言われたら何と答えるかな。おー、なるほどね。夢か、夢ね。夢、スクールアイドルの夢ってなんだろうね。なんだろうね。ということで、まあ、なっちゃんからね、うん、チャレンジをしていきたいと思います。これはもうすぐ決まったよね。つまりビッグになること。ビッグになって君のことビックリさせちゃうぞ。イエーイ。うまい、うまい、うまい。あいちゃん、すごいね。さすがあいちゃん、ダジャレを入れてきました。ダジャレを入れてきました。あいちゃんらしい。すごいすごい、あいちゃんらしい。やったー、決まった。ビッグになってください。ビッグになってください。はいはい、はい、はいはい、はい、続いてはアグポンだね、はい、じゃあ私が可愛いアグポンの姿をカメラに収めたいと思いますよ。どうぞ。よ、頑張って、はいはいはい、持ってね。うんうん持ってね。はい、かわいい。晴れたわ。では夢を教えてと言われたら何と答えるかな。歩、どうぞ。私の夢はね、あなたと一緒にこれからもスクールアイドルの活動に挑戦し続けていくことかな。一人じゃ見れない素敵な景色を一緒に見たいな。あー、かわいい。かわいい、かわいい。はい、 いいね。なんかそのさ、ちょっと緊張しながら言ってる感じがいいよね。あなたと一緒にってところがもうすごい歩らしいよね。そう、あゆむちゃんはあなたがすごく大事だから。大好きなんだよね。大好きだから。うん、では最後、はー、田中ちゃん、田中ちゃん、田中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 。おー、いいよ、なんだよ。夢は何と聞かれたらどうぞ。やっぱりスクールアイドルとして一番になること。こんな私を一人でも応援してくれてる人がいるって思うと本当に嬉しいし幸せだから、みんなにいつかたくさんのニッコリンを届けられるように頑張るね。リナちゃんボードファイオー。かわいい。イエーイ。かわいい。はい、もう十分ニッコリンするよ。ニッコリして、ニッコリしてね。すごい、みんなでもちゃんとね、メンバーでも分かってるね。そうだよ、もうね、1年以上やってますから。そうだね。これからも虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の応援もよろしくお願いします。はい、以上リポートは上原歩役大西あぐりと、宮下愛役村上夏実と、天王寺の役田中千恵美でした。皆さんぜひ東京の会場も遊びに来てくださいね。せーの、バイバイ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。
ということで、うん、あっという間にエンディングの時間となりました。あっという間だった本当に。本日は第1回目ということで、うん、9人全員で虹ヶ崎人狼をプレイしてみましたが、うん、皆さんは実際にプレイしてみてどうだったかな。なんか あっという間すぎた。あっという間すぎた。もうちょっとやりたかった。もうちょっとやりたかった。本当に足りないね。普通にプライベートでみんな集まったらやろう。やりたいね。やりたい。絶対楽しい。絶対楽しい。絶対楽しいから。やりたいね。なんかカオスになりそう。ここに人狼だろうみたいな。一人一人みんな正直に聞いていくみたいな。喧嘩にならないようにね。そう、仲良く仲良く仲良く楽しくやりたいと思います。ということで、とっても白熱したゲーム。白熱はしてないかな。本日の私たちの活躍をもう一度見ることができます。おお、できます、できます。もう一度見たいという方はビデオマークをタップしてください。虫眼鏡のマークから虹ヶ崎を検索もお願いします。三角マーク、今すぐ視聴するから見ることができます。ということで、そろそろお時間が迫ってきたようなので、本日はこれにて終了になります。はい。ここまでお送りしてきたのは、上原あゆみ役の大西あぐりと、中須かすみ役の相良真由と、大阪しずく役の前田香織と、浅香かりん役の久保田美優と、宮下愛役の村上夏実と、この世かなた役の紀藤あかりと、結城せつな役の楠木ともりと、エマベルデ役の差し出マリアと、天狼寺里奈役の田中千恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。いよいよ始まったラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、アベマ TV ウルトラゲームスイメージガール決定戦。次回はテレビゲーム対決。選ばれし4名のメンバーが対決しちゃいますよ。テレビゲームですか。たくさんありますけど、どのように対決するのでしょう。それに誰と誰で対決するのかしら。とっても楽しみだね。アベマ TV ウルトラゲームス、イメージガールに近づくのは誰だ。さらにみんなの応援の力で大逆転があるかもしれません。投票ページからのみんなの参加も待ってるからね。次回の放送もお楽しみに。見てくれると嬉しい。